さあ始まりましたエコゴーということで今日もですねエコに向かってゴーしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ本日は、何をやりましょうかね。引き続き好評のお料理お新作料理、はい、今日は新作をやりたいと思います。ありがとうございます。いやーなんかどんどんね自信ついてきてるんですよ、はい、だから早く料理をやりたいっていうね自分がいます。まだお料理番組のオファーなんかはないですか。全くないな今は。そうか、あってもおかしくないよな。ラビットとかでもやってるもんな、芸人が料理作ったりとか、はい、あとそろそろだと思います。カノズキッチン、はい、カノズキッチンありそうだけどな。じゃあ今日作るときはお料理番組担当してる風でやってみましょう。ああ、わかりましたわかりましたわかりました。はい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 。コロッケ、いやいやいや、コロッケ作ったこともちろんないっすね。コロッケ、揚げ物きた。はい、あれさ、キテレツ大百科の、わーすごい、コロッケの作り方をなんか言ってましたよね。はい、いざすすめやキッチン、だっけ。混ぜればコロッケだよ。キャベツはどうした。最初と最後しか思いつかなかった。炒めよう、ミンチ、塩コショウでな。こんな感じでどうですか。はい、まず卵、はい、でパン粉、はい、使うね揚げ物だから、はい、で小麦粉、はいはいはい、でミンチ、はい、で塩コショウ、もうこの辺はキテレツ大百科ので、まあ、キャベツはどうしたって言ってるんだから、こっちはキャベツつけましょう。キャベツ、はい、でソースは、はい、まあですよね。でここなんですけど、はい、ちょっとね、やってみたいな。これ実験でも失敗覚悟で。はい。じゃがりこを用意してください。昔ね、じゃがりこにお湯入れて、なんかポテト風味にこう食べる感じ。はい。なんか、下積みの頃ね、なんか胃袋を満たすためにね、なんかそんなことやってたんですよ。無理やりお腹いっぱいするために。マッシュポテトみたいになるんですね。そう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 。これでやったらどうなるのかなと思って、ここにじゃがいも書いてません。じゃがいもないんですね。じゃがりこで、はい、ポテト代わりにします。でちょっとまあおしゃれに粉チーズなんかちょっと用意してもらおうかなって感じですかね。あー粉チーズ、はい、これでやってみましょう。おお、わかりました。じゃあ早速はい、お話していきたいと思います。します、はい、よろしくお願いします、はい、さあということでですね、材料も揃いましたし早速調理の方に行きたいと思います。初めてのコロッケ作り、何もレシピなし、はい、さあ、料理番組風に行くっすよね。はい、料理番組風に行きます。まずはですね、とりあえずまな板を用意していただきまして、お野菜の方を切っていきましょう。すぐねコロッケ作るっていうことで、もうはいコロッケ、はいコロッケ作んない、コロッケ作んないってなりがちですけども、何ですか、なりがちですけども、はい、まずは横につける、はい、キャベツを、千切りキャベツ作っていきましょう。あ、やっぱ油も食べるんだったらやっぱ野菜も取らなきゃいけないんで、はい、まずこの芯を取りましょうね。キャベツの芯、はい取りましたね、はい、で千切り、あなんかぽいぞ。こんな感じでですね千切りしていきましょう。野菜はね、どんだけ取ってもいいですから、もう肉ばっか食べてね。すごいえぐってくるんですね。はい、もう旨味はキャベツ中の方にありますから。中から、でこれは一旦皿の方に置いとこうかな。さあ、でこっから早速、メインであるコロッケ作りになっていくわけですけども、
まず卵準備しましょう。卵、卵を割って、準備しておきます。はい、これをかき混ぜます。あのね、よく卵ね、かき混ぜるときね、ガーってかき混ぜる人いるんですけど、もう卵はもうサッといいです。こんなもんで、もうかき混ぜるというか、こう黄身を割ってすくい上げるような感じ、こんなもんでいいです。これいきますか。ひき肉を焼きましょう。あ、今思ったけど、はい、玉ねぎって入ってるよね。あ、忘れた。まあいいや。さあ、ひき肉をですね、ちゃんとしっかりと、うわ、怖い。しっかりと炒めていきます。あ、そうだ、あれなかったでしたっけ、あの玉ねぎ入りのドレッシングなかったでしたっけ。ありますよ。あれちょっと入れていいですか。はい、これ玉ねぎ入りのドレッシング、これをちょっと入れます、あの玉ねぎの代わりに。へえ。玉ねぎのエキスが入ってるわけですから、はい、旨味は出るでしょ。あ、ちょっといい香りしてるわ。で、これ一回ステイしておきます。はい、じゃあこのステイしておいてる間何をするかっていうと、このじゃがりこです。今回、じゃがいもを使わずにこちらのお菓子のじゃがりこを使います。お金ない時、これにお湯入れてかき混ぜて食べると結構お腹膨れたんですよ。その経験生かして、でそれは結構ね流行ったりもしたんですよね。その経験生かして、いや、どうなるのかは出来上がってからのお楽しみです。お湯をちょっと、あ、玉ねぎ忘れたけど、これあのサラダ味だからいろんなベジタブルが入ってますからね。エキスが、エキスが入ってますから、だいたい半分、3分の1ぐらいかな、入れて。ああ、潰れてきますね。はい、で、なんならちょっと完全にあの潰し、はい、てか少しなんか残ってても面白いかもね。食感です。食感がカリッと、はい、確かに。これコロッケ何個分ですか。2個分ぐらいはあるんじゃないかな。まあ、悪のスタッフも食べる、お腹空かしてるだろうし、食べさせますよ、かわいそうなんで。ちょっとお腹空いてるか聞いてみましょうか。おい、悪のスタッフ、はい、どう、今お腹空いてる。いや、ちょっとお腹空いてないえ、なんで。パクチーラーメンしてた。動画で前でやったやつじゃん。はい、あ、ちょっと待って、マジでポテトサラダみたいになってんじゃん。はい、あ、でもじゃがい、マジでじゃがいもっぽいよ、ほらっぽいです。はい、 OK。 そしたらこれを入れます。はい、歌を覚えましょう。歌が全然覚えてないね。いざ進め焼きチン、ラララララ大事なとこ全部忘れてんだよ。その歌を思い出せてたら、はい、玉ねぎは忘れなかったかもしれない。そうですね、あ、玉ねぎ出てきました、この歌、はい、玉ねぎ目にしみて、あった、玉ねぎ目にしみても涙こらえてみたいなのがあったね。はい、大丈夫、玉ねぎドレッシングが入ってますからそうですね玉ねぎのエキスは入ってますで、混ぜます。はい、あ、そうだね、ここでね、ちょっと下味じゃないけど、なんか
塩コショウでもな、じゃがりこ自体もだいぶ味ついてるからそこまでやんなくていいかなとは思ってます。ドレッシングもいってますからね、はい、だから塩コショウサッとでいいかな。はい、いきます。コロッケの思い出ありますか？あ、俺考えてみたら人生でコロッケを作ってもらった女性っていないかもしれない。いや、だから実家にいるときは母親ぐらいかな。あんま作ってもらった記憶多分一回もゼロだと思う。コロッケさんとの思い出は？コロッケさんとの思い出はモノマネ番組でなぜか僕が呼ばれて何回か出たことがあるんですけど、舞台裏でマネージャーさんに、って言ってたイメージですね。で、はい、今回ちょっとこの粉チーズも買ってきていただいたんですよ。はい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 。あ、何に使うのかなと思ってました。これを、はい、これに入れたらどうですか？あー、はいはい、衣にチーズを、そう、中じゃなくて外、はい、おしゃれ。はい、中のね、中に入れてとろーりっていうハンバーグであったりとかコロッケとかは生あると思うんだけど、外にカリカリチーズ、もしかしたら美味しいかも。美味しいと思います。はい、で、早速小麦粉と卵と、はい、用意しました。はい、順番教えてください。これ丸めます。はい、丸めて、はい、小麦いって卵いって、これじゃないかな。はい、あ、はいはいはい、こうこう、いや卵これこうか、いやこれいってこっちってカッサカサなるだけだよな。こっちいって卵つけてこうだよね。はいはい、で卵のこのペタペタ感でこれをつけるんじゃないの、はい、で、はい、これがカリになるわけだから、はい、これが一番最後なのは確定なのよ。確定。パン粉にまぶしてみたいなのがあったな。うん、小麦粉卵にパン粉をまぶしてじゃない？あ、来た。ありがとうコロスケ。量的にこれぐらいでいいのかな。めちゃくちゃコロッケ感ある。そうですね。はい、これぐらいの手のひらに乗るサイズですね。はい、これぐらいの量に、します。あ、そっか。揚げですよね。揚げ。揚げなんで準備しとかなきゃいけないのかな最初。ちょっと待ってよ。ちょっとじゃがりこの。これは何に乗せた？これじゃがりこの蓋ですね。何に乗せたんですか？これはじゃがりこの蓋です。はい、で、このまだちょっとさっきひき肉をやったこのまま使います。フライパンで揚げるんですね。はい、フライパンでやります。その揚げ焼き的な感じ。そうそう、なんかそう、なんかなんか一回聞いたこと、昔聞いたことあるのが、今もうたっぷりの油で揚げるのはもうちょっとあれだと、油の薄焼きみたいな、はあはあ、ああいうのがいいって僕は聞いたことありますよ。じゃあもうドボンとかいかないで、はい、はいはい、どれぐらいだ、これぐらいかな。そうですよね、ある程度は浸らないですもんね。はい、一応油の温度計というか、はい、あ、あります。はい、一回手やる。何になったらいいかっていうとこも。100度以上。あ、確かに100度だったらお湯ですもんね。お湯、茹でるになっちゃうから、はい、揚げるだから、はい、でよくきつね色ってフレーズ聞いたことあるんで、はい、きつね色になるには結構だいぶ温度上げないといけないと思うから、はい、何度、300度ぐらい。ちなみに今どんどん上がってますね。90、96、100度超えた。あ、もっと上がるわ。大丈夫か、爆発しない？150超えました。150超えた。いや、もうこれでいこうか。はい、やりすぎ、やりすぎ、やりすぎ、危ない危ない危ない、爆発する、爆発する。いやいやいや、爆発する。
じゃあこれを小麦粉いきます。はい。まず小麦粉。やばい。やっちまった。卵いきます。はい。卵たっぷりの。で、はい、これいきます。はい。パン粉と粉チーズですね。あ、割れた。やべやべやべ。ここで修正だ。はい。ついてんのかこれ。でこっちもいきます。2個同時いっちゃっていいっすね。はい。でこっち卵。だよこれ。あぶね。怖いよ。いきますね。はい。うわ、いっちゃって怖えな。いっていいんすよね。いきます。こっちも行きます。ああ絡めす。怖えんだよ。ちょっと熱かったかな。だいいんだよな、これで。あの、聞いたことあります。あの、皆さん聞いてください。いつひっくり返したらいいのとか、そういう風にですね、言う人いますけど、油の音聞いてください。今だよって油が一回、あの、言ってきますから。おい、悪のスタッフ、ふざけんじゃねえ。騙すなよ。今だよ。あ、来た来た来た。あ、ちょっと、はい、こっち。何回かひっくり返します。うわ、怖い。どうなんだろう、今回マジで未知数。こんな油使ってリスクまで背負ってお母さんたちは料理作ってくれてたな。改めてありがたさを知りますよ。お母さんが料理失敗したっていうことってあんまイメージないですもんね。ないっすよね、うん、だってもう、だってほとんどの料理は初めて食べる味はお母さんですからね、うん、そうですね。なんか、でもこれ何ですかって聞かれたらコロッケでしょ。なりましたね。なるね。これ多分粉チーズがいい感じに色ついてるんですね。あ、そういうことか。これぐらいにしよっか。いい感じかもしんない。こっち、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 こっち。コロスケみたいなことはしないよ、しっかり。ああ、キャベツはどうした。はいはい、ということで、生まれて初めてのコロッケ、題してじゃがりコロッケ、完成いたしました。早速試食に参りましょう。さあ、それでは早速試食行ってみたいと思います。ちょっとね、見た感じでやっぱハンバーグのイメージが強かったから、ちょっとハンバーグぐらいのボリュームになっちゃいましたね。厚さがね。たわらって感じ。たわら、うん。でもまあこれはこれでね。でソースかけます。ソースも、ね、もしかしたらいらないかもしれない。もしかしたら。結構中にいろいろ味付いてますね。そう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 。じゃあ割ってみますね。はい。うわ。お、コロッケだよ。ほら、ちょっといただきますね。なんだなんだ。めっちゃうまい。
ちょっと待って、いやマジでマジでマジで笑えない笑えない、怖い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 、なんでこんなうまいの。あのね、外はカリカリ、中はほっくり、まず大成功ね。で、厚めに作ってしまった分、ホクホク感がすごい際立って感じれるんですよ。ただ、ホクホク感だけじゃなく、ひき肉のあのジューシー感も来るし、粗くじゃがりこを混ぜて正解。やっぱ噛んでいくうちに、残ってるこのじゃがりこのね、食感も楽しめますし、玉ねぎがちょっと足りないななんて思ったりもなんかしましたけども、じゃがりこ自体、これはサラダ味、いろんなベジタブルが入っていた十分十分。じゃがりこを使ったってこともあって、ちょっとにやっぱね、遊び心というか少年感がある、子供が好きそうなコロッケなんだけど、どこかにやっぱこのリッチな感じが入ってるの、高級感が。なんだと思ったら粉チーズだ。それがやっぱりね、うん。で、まあ僕が言ってもね、おい、こう嘘つくんじゃねえと思う人多いと思うんで、ちょっとこの人にも試食してもらおうかな。おい、悪のスタッフ。はーい。ちょっと、悪のスタッフ、ちょっといいですか。ちなみにお腹は今日はあんま空いてない。パクチーラーメンちょっといただいて。ああ、はい、企画でやりましたからね、はい、ちょっと悪のスタッフ分を作ったんで。はい、ありがとうございます。いただきます。はい。めちゃめちゃうまい。レストランのコロッケ、しかも本当にふっかふか。でしょ？はい。なんでこうなったの？ふかふかですよ。すごい。僕もなんでこうなったのかはわからない。粉チーズがむちゃくちゃ美味しいですからね。この後からきます、ね、高級感ありますよね。めちゃくちゃあります、はい。だからこのじゃがりこで作った駄菓子感の子供っぽさだけではないんですよ。全然これ大人も全然美味しいです。すごい。うまいわ。これすごいですね、本当に。ね、はい。この手があったか。この手があった。下積みしてみるもんだな。なるほどなるほど。下積みの思い出してるこれで。ね、はい。もし本当にこの材料でうまく作れる人たくさんいると思いますんで、主婦の方とかもっとうまく作れると思いますんで、ぜひともチャレンジして、そのお味の感想とかを、コメントにいただけたら。嬉しいから写真なんかも載せてくれ。あ、お子さんとかに食べてみてほしい。うん、子供の感想を聞きたいですね。確かに。ちょっと真似してみてください。はい。ということで、初めてのコロッケ作り、はい、大成功ということで、またカフェの実現が一歩近づいてきたかなというふうに思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしく。お願いします。お願いします。合わせてるどういう感じですか。もういいです。もうちょっと美味しさの余韻に浸りすぎる